ウェイト版タロットとは、アーサー・エドワード・ウェイトが黄金の夜明け弾の解釈に基づいてデザインし、パメラ・コールマン・スミスに描かせたタロットの通称。1909年に、ロンドンのライダー社から発売されたことから、ライダー版とも呼ばれる。アール・ヌーボー町の親しみやすい絵柄で、大ブームとなる。以後、イギリスでタロットといえば、ほとんどこれを指すほどになった。すなわち、マルセイユ版。 タロット、カード番号8は、正義、11は、力。一方、このウェイト版、カード番号8は、力、11は、正義。このタロットカードは、当時アーサー・エドワード・ウェイトが所属していた、魔術結社、黄金の夜明け団の内部文書や、T の書などをもとに作られており、絵は、コールマン・スミスが担当。黄金の夜明け団が、 競技の中心に据えていたカバラ的見地に基づいて、整理、調整され、大アルカナのみならず、本題数冊である小アルカナまで、すべてが絵で表されているのが特徴。カードの順番も、黄金の夜明け団の西洋先誠実的解釈に基づいて、力と正義のカードが従来の並び方と入れ替わっている。しかし、タロットと同時に表された解説書には、 団内文書やクローリーの残した777の書などと違い、古くから一般的に使われてきた逆位置解釈が盛り込まれている。現代でも魔術結社の多くが逆位置解釈を採用していないことから見ても団内の知識が安易に流出することを避けたのではないかと思われる。それ以外にもカードの絵に使われている色彩が、 実際のカード多様色と違っているものが78枚のうちに数枚あると研究者は語っている。この色彩に関しては戦後印刷技術の発達や商品としての美しさを求めてかなり改変されていることは明らかで現在では本来の色彩を復刻したオリジナル版が発売されている。ありがとうございます。